な。かなここはね、不仲になることは多分ないと思う。てか、仲悪くなるほどお互い興味ない。いい意味でね。でもこれ大事だと思うんだよ。大事。お互いにね、興味ないことってね、これ大事。大事なんだよ。うん。かなたん。かなたん。永久不滅。仲良し。あのね、ほんとね、多分ないよ。いい距離を保つには、お互いね、そう、距離感。で、私、かなたんとなら多分一緒に住めるねって思ったのは、ほんとに、どうでもいいというか、なんていうかね、ちょうどいい、そう、距離感がね、ちょうどよかったからなんですよね。お互いに、相手が何してても別にどうでもいいですし、別にね、アイス、冷蔵庫にあるアイス勝手に食っても別にどうでもいいですし、ね、多分好きすぎるのも大変なんだよ。そう、熟年カップル、熟年夫婦みたいになってたからちょうどよかった。あんまりベタベタして、なんとかのため、あ、これなら私がやってあげるよ、みたいな。私これやるやるってね。変に、これ私がやってあげる、やってあげる、あげるあげるあげるってやると、多分いつかね、どっちかがやってあげたのにって思うようになるんですよ。絶対。で、私、カータにはもうそういうの一切しないし。ねえ、カナタンが、カナタンがカナタンの部屋でオフコラボしてても、それはカナタンがやってるだけで、私はあんま関係ないというか。それでカナタンが、ここも一緒にやるかって言われてやるっつったら入るし、私眠いからいいわっつったら別に入らないし。なんかね、一緒にいるから何かをやらなきゃいけないみたいな、そういう感じをやりたくなくて。うん。で、それが、気を使わずにできるのがカナタンだったんですよね。うん。ですから、あんたいい嫁になる。支払いマウントはね、多分私め、支払いマウントすごいよ。てかさ、そう、支払いマウントって思い出したんだけど。カナココはね、ほんと安定してるから、みんな安心してる。でもね、カナタンとね、カナタンと支払いマウントしてるから。カナタンのご飯行ったら、いやいや私が、いやいや私がって言って。もうどっちがどれくらい払ったとか全然知らないですけど、とりあえず。その時に財布からカードを出したのが一番早い人、それか、バッて店員さんに、これみんなこれいい方法あるよ。これね、支払いマウントの正しい仕方をね、私とカナタン流で教える。支払いマウント二人、私とカナタンがカードを用意するっしょ？で、ご飯食べるっしょ？二人で。で、カードを用意して、ご飯食べて、店員さんにピッて渡して、店員さんに選んでもらうの。二人がカードを出してる。さあ、どっち選ぶっつって。そう、カードを引いてもらう。で、店員さんが選んだ方が、勝利。クイックドラー勝負。そう、シュッ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 。先に構えた方が勝ちだね、でも。大抵そうだよね。大抵ね、店員さんは、先に出した方を取る。ねえ。だから、出せた方が勝ちだよね。カナタン結構早いんだよね。カナタンは結構早いんだけど、カナタンはクレジットカードがダサいから、で、私のはかっこいいから、ねえ、だからちょっとやっぱ店員さんもそこ選ぶ。これはみたいな。カナタンのなんかクレジットカードはなんか、なんだったかな、なんか柄がふざけてんだよね、なんか。キャラクターのピンピンピンみたいなやつ。私のはなんでイケメンみたいな感じだから、なんていうかカードって感じだから。男性が。怒られる、なんか。怒られそう。なんか言いそう。